2時間ね。反省してるって、あと2時間座るって。今日も仕事行きたくねえな、だりーな仕事、仕事辞めたい、マジでほんと仕事辞めたい。村の大陸はやるんですか。お茶が足んないよ、星ついてない人お茶投げて。ご挨拶しながら木戸に着く村野さん。なんで TJ っていう名前にしたの。そっからそっから説明しないとダメ今日の雑談。朝ヤミーに投げちゃった。てかヤミーがなんかさ引退しませんとかさ配信したけど、あいつに一回引退するって言ったの。ヤミーすぎじゃない。ナーゴーが言った、あれ勝手にリスナーが言っただけ。お茶ありがとうございます。お茶ありがとうございます。TJ のことが好きすぎておかしくなりそうって女の子が闇枠で言ってて、枠でコメントしてて闇吠えてた。嫉妬してんの俺に。ふざけんなよ。引退願望、何が引退だよ。ああ本当にや、何が引退だ本当。5年以上やってから引退っていう言葉使えよ。ああ5年以上やってからよ、何が引退や本当。何そのテロップ、俺の今の思い。田舎江東区、うん、江東区いやコンドームは絶対つけるよ、うん、たまに生、基本コンドーム、たまに生、そんな感じ。で北の美少年がさバーを閉めたじゃん。配信者バーが一つ潰れたんですよ。もう残ってんのはティロフィナーレ香川のバーかモグラとゴリラだけ、うん、どっちが先に潰れるか一騎打ち。19日で閉店。今日何日だ？今日何日だ？今日15日、あと4日で閉店。次、モグゴリ？いや、キャスバーはだって配信者が始めたわけじゃないじゃん。ちょっと違うじゃん。配信者向けのバーだけど、配信者が始めてはないじゃん。これなんで美少年さんのバーが潰れたか考えようぜ、うん、答えは簡単、ただ一つ、お前らが行かないから、
店が暑いから。あつかちゃん、昨日おごりありがとね。インチキさん、ニコ生配信、それわかるけど、なんかちょっと違くない？インチキさん配信者だけど、なんかちょっと違くない？まあでも、さとみと付き合ったのかな、本当に。さとみと。昨日なんか便所太郎が言ってたけど、いつも北の美少年って、配信するとき、家で配信するとき、後ろのベッドルームとか開けて配信してんじゃん。最近なんか閉じてんだって。その奥でさとみが生活してるんじゃないかって噂。久々に TJ さんの枠に来ましたけど、タモリさんみたい。うるせえよ。コーヒーうめえよ。ひげ剃った。ひげ。ひげ剃った。ひげ。東京来たらイライラしてるな。東京ってそういうとこだから、人格をも変えてしまうモンスターシティ、モンスターシティ。顎ひげ剃らないの？顎、ここも剃った方がいい。ここも、ここも剃った方がいいって言うんだったら剃るよ。俺今お前らの言いなりだから、外見に関して簡単だから。